クリスマスツリーの作り方。使用するバルーンはこちら。260緑に空気を入れます。9センチのバブルを5つ、4センチのバブルを5つ作り、たらこひねりにします。この作業を繰り返します。6枚バナのような構造にします。あまりはしぼませます。160緑を膨らませます。9センチのバブルを5つ、3センチのバブルを2つ作ります。9センチのバブルを作り、口巻きと絡めます。9センチのバブルを5つ、3センチのバブルを作り、2つのバブルの間に引っ掛けます。3センチのバブルを作ります。9センチのバブルを作り、口巻きと絡めます。9センチのバブルを5つ、3センチのバブルを作り、4つの3センチのバブルの中心に引っ掛けます。3センチのバブルを5つ、9センチのバブルを5つ、あまりはしぼませ、頂点の部分に結びつけます。尻尾を縦に何周か巻きつけ、形を潰します。最後は下の部分に巻きつけてください。
160緑に空気を入れます。先ほど作ったパーツの頂点部分に取り付けます。4センチのバブルを1つ、絞りひねりを2つ、9センチのバブルを1つ、空気を先端の方に送り、風船を紐状にします。そのまま反対側に持っていってください。9センチのバブルを作り、絞りひねりに絡めます。同じ作業を繰り返します。あまりはしぼませます。星を作ります。160黄色に空気を入れます。2センチのバブルを1つ、柔らかめの5センチのバブルを作り、輪ひねりにします。同じ作業を繰り返し、合計5つの輪ひねりを作ります。余りは切り取ります。最初のバブルを、2つの輪ひねりの間に配置します。飾りを作ります。160白に2センチほど空気を入れます。両端を結び、
休憩にします。160赤に2センチほど空気を入れ、両端を結んで休憩にします。ニスを連結します。少し間を空けて結び合わせてください。これを3つ作ります。先ほど作ったパーツに取り付けます。隙間にはめ込むようにしてください。腰を、ニスの絞りひねりに取り付けます。160茶色に空気を入れます。9センチのバブルを作り、余りはしぼませます。最初に作ったパーツと合体させます。2つのパーツを組み合わせます。土台を作ります。260チョコレートに空気を入れます。7センチのバブルを3つ作り、口巻きと絡めてたらこひねりにします。この工程を繰り返し、6枚バナにしてください。あまりはしぼませます。ツリーと土台を組み合わせます。これで完成です。お疲れ様でした。